アルバート・ウェーバーアルバート・ウェーバーはスイス人アーティストである。作品には抽象派と写実派が同じ絵の中に組み込まれている。彼は作品に油絵の具、アクリル、パテ、メタル、コンクリート、ダイヤモンド、金、銀、大理石、加工岩、彫刻、イラストレーションと現代アートを用いる。アルバート・ウェーバーはシャフハウゼンの市民でノイハウゼンとシャフハウゼンで育ち、 ノイハウゼンの小学校、シャフハウゼンの中等学校に通った。1973年から1977年にかけてチューリッヒの美術学校を修了する。彼の作品は国際美術展示会や美術館等多数の国で展示されている。チューリッヒ州在住。アルバート・ウェーバーの活動で最も重要なのは中小派の一連の作品、新聞記事とアートで、 油絵の具とアクリル絵の具を用いた。反抽象派の作品シリーズの文化と動物では対象物体自体を曲げる。手の描写シリーズは油絵です。それぞれ違った角度から手が表現するメッセージを描く。動物のシリーズは色付けされ下塗りされたキャンバスに物質と抽象的な動物が油絵で描かれている。最近の活動としてはレボリューション2011で チェゲバラが鉄釘と共に作品に取り入れられ、模型の人形にペイントやポリエステル、ライト闘装色を施したハイヒールマン2012ではバラク・オバマの顔が用いられている。この他、現実的あるいは抽象的な作品は油絵の中に組み込まれており、2010年から2015年の間に発展した。アルベルト・ウェーバー スピッシェンリアル・ウント・アップ・ストラクト・ジョーヤ・カンスト・バーラグエージ・ディー・シュトゥットガルト・ホーバド・ホンプロフェッサー・ドクター・ピーター・ハイト・コンパー・ジャーマニー・ウント・バーナザ・イナー MA ・ MAA ジャーマニー・ ISBN 978から3から938023から68から6スプリット・オブ・アート・ビエンナ2015 インターナショナルコンテンポラリーアートエキシビジョン2015年6月25日から28日ウィーンオーストリアミュージアムオブフォークライフフォークアートにてオーストリアアラブ首長国連邦ベルギードイツフランスメキシコスペインスウェーデンイスラエルアルゼンチンスロバキアスイスから24人のアーティストと60の作品の 中からアルベルト・ウェーバーは審査員から最優秀賞を与えられた。ありがとうございます。